もしもう一度会えたらっていうのは完全に死亡フラグだからやめていただきたいよね。お、夜になったよ。え、なになになに、恐ろしいんだけど。あ、そういえば夜になったら、鐘が鳴るって言ったんやっけ。なに、墓地だけど。あれは何、市役所の鐘結局。うわ。え、なんか出てきたよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って。いや、うわ、ゾーンって聞こえた。何この音。ねえ、ウィスパー。って、あれ？ウィスパー？ねえ、どこにいるの？いや、ちょっとその前にさ、そのモヤモヤは、目に見えとんかな。ジバニャーン。ウィスパーもジバニャーンもいない。二人ともどこ行ったんだろう。ヒキコウモリは？うわ。これ、何の音？外でなんかやってるのかな？外まで見に行ってみるか。なんかめっちゃドラえもんみたいな声なことね。外の様子を見に行こう。うわー、見に行きたくねー。うわー、出たくない。なんかおるって。いや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 、その目の前の。いや、話しかけるか、それに。うわ。気持ち悪い。すげえ気持ち悪いんだけど。あーんって言われた。超威嚇された。うわー、近づいてくる、近づいてくる。うわ。え？誰？なんか救世主現れた。ここは危険だ。一旦君の家に入ろう。ん？女の人？女の人にも見えるし、少年にも見えるけど。危なかったな、少年。あなたは、はい、私の名前はリリー・フランシー。フランシー博士と呼んでくれ。フランシー博士？そう。私はゾンビナイトを研究する博士なのだ。ゾンビナイトって、さっきの、ゾンビナイト？容器のバランスが乱れて闇夜に、ゾンビが街に溢れる怪現象。それがゾンビナイトだ。ゾンビナイトは、一度迷い込んだら最後。二度と元の世界に戻ることはできない。そんなの困るよ。マジで？まあ焦るな。実は戻る方法が一つだけある。この街にある夜明けの鐘を鳴らすことができれば、夜が明けて、ゾンビナイトから元の世界に戻すことができる。その夜明けの鐘はどこにあるの？夜明けの鐘は、この街の様々な施設に存在する。じゃあ、なんとかその鐘を鳴らしてくるよ。ほら。丸腰では危険だ。これを貸してやろう。ってことは市役所にあったやつもそうってことかな。夜明けの鐘？対ゾンビハンマーを手に入れた。なんか可愛い絵が描いてあった。それがあれば子供の君でもゾンビを倒すことができるはずだ。それとこれも貸してやろう。耐久ベストを手に入れた。厳重装備やね。それを着ればゾンビの攻撃も少しは耐えられるぞ。あとはこれも必要だったな。バックパックを手に入れた。めっちゃいろんなものくれるやん。外で拾った物資はそのバックパックに入れるんだ。ありがとう。フランシー博士。それではそろそろ失礼させてもらう。ゾンビナイトの調査を待っているからな。そうだ、最後にこれを渡しておこう。トランシーバーを手に入れた。昔トランシーバー型のおもちゃでめっちゃ遊びよったわ。これでゾンビナイト中であればいつでも連絡を取れる。君が無事脱出できるようにサポートしてやろう。助かるよ。ここから一番近い鐘はザッカリーストアにある。ザッカリーストア。まずはザッカリーストアを目指すんだ。うん、わかった。じゃあな、健闘を祈る。名前でわかりやすいけど雑貨屋さんってことかな。ゴー。おー、ゾンビナイト。目標が追加されました。目的地ザッカリーストア、危険度 E、エリアサウスモンド地区、報酬青コイン、あ、コインもらえるんや。で、ザッカリーストアに行くと、ザッカリーストアを目標に出発しますか。ほい。外に出たか。近くにゾンビがうろうろしているはずだ。
あれもしかして全部ゾンビ？見つからないように背後から近づき、全力で攻撃するんだ。マジか。ゾンビは君を見つけると襲ってくる。できるだけ見つからずに行動しろよ。どうしても邪魔なゾンビがいたら、A ボタンでハンマー攻撃だ。ただし、ゾンビと正面から殴り合っては勝ち目がない。見つからないように背後から忍び寄って、不意打ちを食らわせるんだ。不意打ちを食らわせれば、大ダメージを与えられるぞ。だが、見つかったら不意打ちはできない。しかも、ゾンビは近くの仲間を呼び寄せる。マジか。見つかったら一旦逃げた方がいいな。自分の体力にも気をつけて行動しろよ。いいか、見つからずに近づいて攻撃だぞ。見つからずに。分かったらザッカリーストアに向かうんだ。ザッカリ、うわー、めっちゃおるやん。要はこれってさ、USA 版鬼時間ってことやろ？やばいんですけど、しかも数多くね。うわぁ。恐ろしいよ。ザッカリーストア、おぉ、ゾンビおる、ゾンビおる。ザッカリーストア、まだ見えんのやけど。降りすぎやろ。鬼時間以上に、ちょっとシビアなんじゃないかい？あれ、ザッカリーストアって。いやいやいや、周りうようよ降りすぎやって。入れんって。それずるくないっすか？それずるくないっすか？無理やろ。ちょっと待って。お、いけるかいけるか、今だ。おっしゃ、おー、まだか、まだか。どうだ。うわー、怖い。うわ、待って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 。見つかる見つかる。うおー、やべえ。これ大丈夫？うわー、やばい、見つかった。すぐに逃げるんだ。ダッシュダッシュダッシュ、助けてー。おー、追跡を逃れた。あ、でも意外と簡単に振り切れるんか。簡単に振り切れるのはいいんやけど。あれ入れます？入れるのあれ。いや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 。見張りおりすぎやけん。ちょっとそこのゾンビおらんなってくれんかな。きつい。おし、今だ。ちょ、待って。あー、でもそいつが振り向きそう。うおー。怖い。そこでくるっと、くるっと、後ろを向けよ。おい。おい。私はお菓子作りが趣味なんだ。どうでもいい。今度気が向いたら食わせてやろう。その前に生きて戻りたい。いける？あ、いけるいけるいける。今だ。うっしゃー、いけたー。よし、ザッカリーストアに入ってようだな。よしじゃねえわ、中にもおるし。私の調査によると店の奥に金が。金は A ボタンを押し続けると鳴らすことができる。で、見える範囲広がってね。見つからないように金を鳴らす。これ速攻で見つかるやろ。あ、ほらほらほら、もう見つかったー。もう叫び上げおるやん。食料が落ちてるとかどうでもいいから、早く。こういうアイテムを拾えば探索が有利に。もうすでに不利なんだよ、今。バトルアイテムに近づくと拾うことができるぞ。君が拾ったバトルアイテムはそのバックパックに入るんだ。バトルアイテムは体力を回復するものや攻撃力をアップするものがある。使うときは下画面のバックパックボタンをタッチしてアイテムを選ぶといい。いやー、もう早く行かせてくれー。あのピンのところにあるのが金やろ？ただしバックパックに入るバトルアイテムの数には限りがあるぞ。いらないアイテムはアイテムアイコンを捨てるゾーンまでスライドさせて、あれ、その場に捨ててしまえ。いける？いける？ちょっと待って、めっちゃ攻撃されるって。やめてって、あーんじゃねえよ。待って、長押し。長押しねえ、長押し。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいやばい。ピンチ。お、いけた。金にたどり着いたか。うわー、いけたー。君はなかなか見込みがありそうだな。もう体力やばいんやけど。大丈夫？君がいれば、あるいは、もしもう一度会えたなら、君に頼みたいことがある。さあ、その金を鳴らすんだ。これもう、これでもう終わり。何もならんよね。消えてくれるよね。脱出！もしもう一度会えたらっていうのは完全に死亡フラグだからやめていただきたいよね。ああ、やっと、ザッカリーストアをゾンビたちから解放した。いつでもザッカリーストアに入れるようになった。今まで入れんかったん？今まで何？ゾンビナイト以外の現実世界でも入れんかったってこと？
青コインを手に入れた。イエーイ。いまいちよくわからないんだけど。ゾンビナイト。あー、夜が明けたよー。博士、やったよ。俺ちゃんと鐘を鳴らし。って、あれ？めっちゃ寝ぼけとるみたいになったけど。ウィスパー、ジバニャン。さっきのゾンビたちは、夢だったのかな？いや、違うよ。夢じゃないよ。あんな苦しい思いを。ゾンビナイト？ケータ寝ぼけったんじゃないのにゃん？本当にゾンビがいたんだってば、信じてよ。それに夜にゾンビが出たからゾンビナイトって。ププー、いくらなんでも名前が普通すぎません？むむむむ。ププーって言われても。不思議マガジンヌーンだって、そんな記事載ってませんしね。ぐぐぐ。それは、きっと記者がさ、ゾンビナイトに、遭遇してないんだよ。ププぷ、いいつぶやきネタをもらってるミス。つぶやくんかい。お、アイナに切り替えたらストーリーがリンクする。ストーリーリンク発動。ミス？おや？新しいヌーが追加されたみたいですよ。悪いんですけど。はあ、ああ、はいはい。それはよかったにゃんね。この地場野郎。ちょっとは興味持てよ。地場野郎。めんどくさいにゃん。で、なんか気になる記事はあったにゃん？ありますよ。あるに決まってるじゃないですか。なになに？緊急特集。セントピーナッツバーグのゾンビたち。ゾンビ？なになに？なんて書いてあるの？深夜のセントピーナッツバーグ。この街では不気味な枯れの音が鳴ると、不死身の体を持つ謎の生命体、ゾンビたちが目を覚まし、街に現れる。にゃんと、ケータが言ってたこととそっくりにゃん。でしょ？ほら、やっぱりゾンビはいるんだよ。いやいやいや、ごくたまーにあるガセ。間違い情報ってやつですよ、きっと。じゃあその記事の続きは？なんて書いてあるの？いいですとも。我々ヌー取材班は危険を確保してゾンビたちを追跡。すごいな。そして衝撃の事実を突き止めた。衝撃の事実？何それ？ゾンビたちはスーパーに集まり、なんと買い物を始めたのだ。え？はぁ？なんでゾンビたちが買い物を？確かに衝撃の事実にゃん。そのスーパーって、もうシンデルマートのことだよね。そしたら、これで手がかりはつかめたよ。ゾンビはもうシンデルマートにいるんだ。それじゃあ、今からスーパーに行くにゃん？どうしよう。あ、マックにも教えてあげようよ。なんか興味持ってくれそうだし。あれ、でも、マックってどこにいるんだろう。時計屋に行けば会えるんじゃないですか？そうだね、行ってみよう。え、いつも時計屋にいるの？はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。